皆さんこんにちは、田上瑠奈です。アイミーハワイ、ハワイに着きました。今ホテルに着いてて、朝早いのでまだチェックインができないってことで、ちょっとメイクと髪の毛だけロビーでして、今からちょっとご飯を食べに行こうかなと思っております。あ、これ新作のエピック新作のリングです。かわいい。今日のコーデ、昼ご飯を食べて今からお腹いっぱいになったので、お買い物ショッピングに行きたいと思います。めっちゃいい天気今日だし、気候もちょうどいいし、なんか全員水着で歩いてるし、日本ではありえない光景が広がっててすごくいい感じ。幸せ。なんかみんな誰も急いでないし、なんかもうみんなゆっくりしてて平和で、一生住みたいって感じ。一生住むこと可能ですか？本当に最高なんだけど。まずあったかいのがマジでいいよね。だってそっち寒いっしょ。寒いだよね。だから最高。やばい、しかも今日日焼け止め塗ってないからめっちゃ焼ける絶対。だよね、やっぱ可愛すぎる。相談拒否なの、本当にやばい。え、やっぱ可愛すぎる、やば。え、ポチャコ、ポチャコも日焼けしそう。可愛い。これさくにお土産で買う。可愛い。かわいい。めっちゃかわいい雑貨屋さんとかがいっぱいある。 I love Hawaii って書いてる T シャツがあったら欲しいなと思ってるんだけど、ちょっとなさそうなので聞いてみます。 Excuse me, do you have a T-shirt I love Hawaii? Oh, here? Okay. But like mini, small,
Super small. Super small. Baby size. I don't have big size. Only small. Don't. Okay, small. This okay? Yeah. I love it. Hawaii. I like this. Yeah, that. Okay. Ah, thank you. かわいい。なんかゴミ袋みたいな袋に入れてくれたんだけど。Thank you, おっぱ。そんなのあり。来た。Oh my gosh。今からホテルに行ってチェックインしていきたいと思います。そこからまた、ちょっとゆっくりして、まあ、着替えて、また外に繰り出します。最高。今ホテルに着きました。でさっきTシャツ屋さんで買ったTシャツ着てみた。なんかちょっと長すぎたからこのサイズしかなくて、だからちょっと折ってさっきのデニムにベルト合わせて着てみました。でこのなんかめちゃくそ長い髪の毛をつけて、なんかこんな感じセーラームーンみたいなちょっとジェニーの感じで、はい、どうでしょうか。こういう感じでちょこちょこなんか出ちゃうのよね。やっぱレイヤーやってるから出るんですよ。そういうことに先輩 T シャツ屋さんで見てたキャップも可愛いから買おうと思ったんだけど、20ドルぐらいして、20ドルって日本円だったら、4000ぐらいで、しかもハワイって書いてるからハワイでしか使わないじゃんと思って、もうどうしようどうしようと思って、これに合わせたいなと思ったけどやめました。なのでこういう感じのセーラームーンスタイルになりました。気持ち悪いって言われました。うちらの担当はどこ？担当来た。ママ担当と一緒に写真撮ろう。担当と一緒に写真撮ろう。Place here。本日2個目のアサイ食べます。デカめ。$14。$14.40。いただきマスカット、ラリラリラリラット。ハチミツ。ハチミツ入ってないんか。うん、かかってるかもしれないけど。かからんね、今。若干かからない。冷た。何これ。めっちゃ。いっせーの。I'm Japanese. Yeah, he's from Brooklyn. Blackman? Yeah. Brooklyn? No, we're both from Brooklyn. Where are you from? Japan? Yeah. What part? What? Osaka, Osaka. What? Osaka. Yeah. 1時間ぐらい歩いてホテルに帰ってきました。
疲れた。あら、かわいい。ちょっと時差ボケということでちょっと早めに寝てしまって、爆睡でちょっと喉がやられたんですよ。乾燥で喉がめちゃめちゃ痛いんですけど、ホテルに朝食がついてるのでそれを食べに行きたいと思います。多くない？まだまだ多い。いただきます。今だと絶対来ないやん。うんうんうん、今日のメイクはこんな感じで、服はこんな感じ。今からマラサダを食べに行きます。レナーズっていうお店で、ちょっと歩いたりとかタクシーで行くんですけど、そこにマラサダを食べに行きたいと思います。歩いてるだけでも最高。今日も天気が良くて良かったです。なんか朝ちょっとだけスコールみたいな感じで雨が降ったんだけど、なんか海外らしい感じの雨、大雨って感じで一気にバッて降るので、一気にまた暑くなるみたいな。で風が吹いたらちょっと寒いので、カーディガンとかを着ていった方がいいかも。まだ3月なんだけど、そう、でも風吹かなかったら暑いぐらいある。そう、すごい、あ、ホグがやばい、ホグやばいよね。このクッキー屋さんは無料で試着が、試食ができるので、みんなも来てみてください。バリうまい。Surfing. You like surfing? Before, but too old now. I'm scary. They have no shark. They have no shark? No. No, I like shark. お店の匂いが強烈だった。ザバもちょっと日本の全然違う。なんか自然由来。本当に自然由来。うますぎ。
ポキ丼も食べたしマラサダも食べたので今からアラモアのショッピングセンターに行きます。ハト多い、そうめにハト。ナルトナット、かわいい。なんで取ろうと思ったんやか。かわいい。今アラモアナショッピングセンターに来てるんですけど、ちょっと疲れすぎて休憩してます。そこはいろんな丸見えだよ。帰り帰り、帰国、ウェルカムバック。すごいよ。さっきホテルに帰って寝てて、で、あの今日は一日中スコールで雨なんですよ。夜ご飯をテイクアウトで買いに行きたいと思います。本当はあのビーチの横のところでディナーをする予定だったんだけど、うん、ちょっと雨でびちょびちょで無理そうだったから今日はそうします。今もちょっと雨が降っててやばい、寒い、普通に寒いの。やばい、見て雨降ってるの分かる、最悪。おにぎり、お米も日本みたいなおにぎり、おいしい。2個目は明太子。でもよかった、ここで食べてたね。うん、ハワイに来て3個目のアサイです。サクに買いました。